岡田監督来年まで。それ以降は絶対やらない。次は誰なん？鳥谷。2回目の矢野あるやろ。新井さん引き抜いたら面白。まあ今岡までは決まってるんやろ。岡田赤星、岡田今岡、岡田矢野、岡田藤川、A 級期間やぞ。鳥谷監督見たいけど一生やってくれなさそう。闇木再登板はないんか、表舞台であんま見ないけど。鳥谷球児あたり今年入らんかったら今岡やね。平田にやらせろ。能見さん投手コーチないんか。球児にやらしたれ大した理論言ってるやつがどれほどの采配するか見てみたい。ご視聴ありがとうございました。阪神ファンの方はチャンネル登録の応援よろしくお願いします。